じゃあ私からでもよろしいでしょうか。すみません。あるんですか。司会者自ら。いいですか。質問させていただいて、私がすごくわこれすごいなと思ったのは時代劇風ということだったので、最初はその時代劇に合う建物、そこのロケ地だけかなと思ったら、現代のその浅野鉄道もそうですし、コンビナートもそうですし、あここでも撮影されてるんだという驚きがあったのと、それが違和感がなく、こう当たり前のように見られるところに感動したんですが、冒頭中だって言ったと思うんですけど、最初のアイデアっていうのはやっぱりちゃんと僕が現代劇の僕として出てきて、で一番ラストだけ例えば時代劇にこう変身するみたいなアイデアだったんですよ。でもそれを聞いた時に、それだとちょっとやっぱスケジュール的にもやっぱ紛争外もありますからね、時間がかかるなって思って、それだったらもう朝5時6時でもいいから支度してしまって、それでふっと傘をかぶってるっていう、あれが昔やってた長井のショーっていうのは、旅をしてたんで傘かぶってたんですよ。であれかぶってマフラーして歩いてると、絶対僕はそんなにずっとね、横歩いててもね、違和感ないだろうなって自分の中で思ってたんですよ。でそれを押したんですよ。時代劇で全部行ってしまおうって言った時、ちょっと正直反対されたんですけど、だってやっぱり合うかなっていうのと、やっぱり予算の問題とかいろいろあるじゃないですか。僕はそこには結構自信持ってて、絶対形になるはずだって思ってやったのがさっきの映像です。だからそこはそうですね、企画から参加させていただいたっていうことになるんでしょうけど、まあアイデアがうまくはまったっていうかね。あと自分で思ったのは、必殺がかれこれもう35年近く前とかね、長井のショーをやったのももう25年近く前なんですけど、当時から僕がある意味現代チックだったんじゃないですかね。僕のこういう前髪垂らした姿っていうのは、必殺とか水戸黄門外伝陽炎に工場っていう作品なんですけど、その頃から僕はいうワインカラーの反転機体とかね、発揮機体とか旅相続ですけどね、であと朱色の傘を特注したりとかねしてたんですよ。この手袋も全部特注してやってたんですよ。それが今の現代に合ってるなっていうのが僕編集してて思いました。君まだ生まれてないよね。あ、これだって当時ゴルフ手袋自分で買ってきて切ったっていう。そうなんですね。当時最初経験して最先端でそれを作られたかなとかって思いました。今思えばね、今思えばそうですね。なんか一冊の僕なんかの先輩方いらっしゃるでしょ、三田村グリーコさんとか中条さんとかやってらっしゃるのを見て、自分がそれを継ぐときに、またさっきの平尾先生の曲もそうですよね。それを自分が継ぐときに、当時でいけばシンセサイザーって使う人いなかったんですよ。その打ち込み音楽を入れたりとかしたのがもう今から35年ぐらい前のことなんで、だ今回は僕の組んでるアレンジャーと一緒に、もう当時はラッパちゃんと生で吹いてましたけど、今もう打ち込みで全部仕上げて、まあ本当に会社のテーマに入って、なんかこうふんだんに使っていただけると嬉しいかな。あと途中でちょっと静かな綺麗な音楽も、あれはやっぱり必ずね、一冊なんかの誰かが亡くなっていった時に恨みを晴らしてくださいとかっていう時を想定して作ったメロディーを、まあ現代に振り直したというかね、まあ何よりもやっぱタイトル音楽ですよね。タイトルバックになってる音楽がやっぱりまあいいですよね。当時使われたバージョン、使われなかったバージョンというのがある中で、その使われなかったバージョンを新しく見直して、アレンジもし直して、打ち込みもし直して、今この原稿が変わるというこの平成最後の年にね、もう一回見落とすことができて、なんか四日市の方になんかメインになって使っていただけるのはありがたいですし、僕平尾先生も喜んでくださってるんじゃないかなって思います、ありがとうございます。はい、梶谷さんは撮影されていて、もうここだけも見逃さないでなんていうポイントがあると思いますが、どんなところでしょうか。個人的にですね、お茶を飲んでる翔さんが美しすぎました。かぶせ茶ですね。焼き物できる
ほど言った、ふっとこう僕を見上げる時のね、いいですね。いや、2人で褒め合っててもしょうがないんですよ。いいなと思いながらね、僕って編集で何やったっけ分かんないかな。そうですよね、何度もご覧になってらっしゃいますもんね。0コンマ1秒ぐらいでこう切ったりとか。すごい。そうそう、だって秒数ちゃんと決めなきゃいけないから。あ、その中に収まるようにということ で、 で、まあ、最後あれですよね、スクリーンご覧になってる時もここで見ますのかって、もうつい手が動いてらっしゃいますもんね。メイキングも撮ってるんですよ、はい、メイキングだともうさっき僕が話したことが丸々出てますね。僕が最後どうでしたって言われて、あ、皆さんじゃあこれ買いますって言って、ギャッタタタタタみたいな、その雷も雨も、もう完全に映ってますね。貴重な映像ですね、メイキングも、うん、そのうちに多分翌日しかなんかで撮ってますからね。メイキングもどこかに見えるチャンスが私が今勝手に言っちゃ偉いことになる職員になってます。視聴のお時間あると思いますが、さあ、ごめんなさい、私から質問させていただきます。 ありがとうございます。では、社名と質問いただけたらと思います。どうぞ。すみません、NHK の三重県民の NHK の田村です。お世話になりました。ありがとうございました。平均もね、ずっと回してくださってたんですよ。すみません、京本さんに3点ほどの質問を、はい、ちょっと3点連続してからっても大丈夫ですか。どうぞ、いいですよ。2点目、出来栄え聞かせてください。はいはい。で、2点目ですね、うん、明日から東京の池袋と渋谷でこう流れるわけですけど、例えば20代の若者とかに、あの映像のどんな部分がこう食いついてもらえるか、うん。で、3点目ですね、あの映像を見たことによって、まあ 東京の人が見たり、まあ、ネットで見たりするわけですけど、四日市がその後どうなってほしいかって、その3点目です。あ、1点目何でしたっけ。冗談ですよ。出来栄えはやはり編集なんかをしていると、まあ僕はそういう経験がないことはないんですけど、やってるとやはり、まあ、もうちょっとやっぱりもちろん時間があったらなとかね、もうちょっとこういったことやりたかったななんてことを思いながらもちろんやってたんですけど、やはり15秒30秒か3分ちょっとっていうその中でなんか凝縮してこう、あの写真がトトトンって出てくるじゃないですか、最初。あれ、うちのマネージャーが撮ってた写真から引っ張り出してきたんで、僕が勝手に引っ張り出してきて、モノクロに変えてそれをはめ込んだみたいな。なんかそんなことまで実はやったんですよ。だから、どうだったかって言われても、今のところ大満足というか、いいものが残ってたというふうに自負しております。で、2点目のその、これを、そうですね、僕はあえてバラエティ飛ばすで、ね、飛ばすで、慎吾ちゃんとかでやってんじゃないですか。若い方たちにも非常になんか知っていただいて、京様、京様って言われることが多いんですけど、実のことを言うと、本職ってこうやって時代劇だったりとか、実はシンガーソングライターであるっていう側面を持ってたりとか。で、その中でも、一番今残念なことっていうのは、当時ってやっぱり必殺含めて娯楽時代劇っていうのは全盛期で、もう隣では水戸黄門、隣では大川出演、隣では桃太郎侍、クッキンさん、もう月曜日から土曜日まで、もう下手したら日曜日まで週に1本2本絶対にこう僕も江戸総裁もやったりなんかってあったんですけど、そういうの今の人たちってあんまり見る機会ない世の中だと思いますね。非常に今回でいけば非常に娯楽時代劇の本質というか、あまり CG 駆使してない昔ならではの撮り方で今回撮ってるんですよね。まああと時代劇ヒーローという言葉が昔よくありましたけど、まあ、中村真央にしかり、まあ、僕の組み物理由もそうなんでしょう。そういうのを見ることって今なくなったんじゃないですか。だから若い、まあ、僕今回もね、自分の周りの若いタレントさんとかに見てもらいましたけど、みんな食いつくところそこだったんですよ。かっこいいですねみたいな、いやだからこうコマピッとこうかっこいいですねっていう、そういうのになんか僕が昔大川八蔵さんとかに可愛がっていただいて、いつかあんな役やりたいっていうふうに憧れてやってきたんですけど、そういうふうに思ってもらえたり、そういうものをもう一回見たいっていう、なんか一つの、まあ、これの例えば
ドラマ版を本当に見たいとかって言ってもらえるようなことになれたら嬉しいですね。はい、それと最後は妖怪人がどんな風になってるか、ね、そこはもう先ほどちらっとおっしゃってましたけど、やはり監督させていただいて、やはり場所場所に結構こだわりました、正直言って。だから例えばファンの方だったり、そのこれを見た、まだ四日市を訪れたことない、ね、コンビナートも含めてですよ。コンビナートって結構本当にさっき言ったように僕ら意識としてすごくあるんですけど、でもあそこ行ってみたいっていう場所場所に、あのアスナルテッド一つ、あそこちょっと翔さんが歩いてたあそこ歩いてみたい、あそこ厳密に青い看板あったんですけどね、すいません CG で消しときました。 CG で消すの俺がやってたっていう、なんか、はい、いろいろとね、それはあの色合いです。色合いがそこ邪魔すると、あの演じてる人間がこう出てこないんで、あの邪魔になるところがこう消したりとか、で四日市の美しさをより見せてもらうためにちょっとシャボン玉みたいなのをこうワーってやったりとか、なんかそういう幻想的なことをやっといたらそういうことなんですけど、そこを訪れたい、訪れたいと思っていただきたい。また僕もあのもうこんだけ関わったわけですから、はい、柳沢慎吾さんでいきたいと思ってます。はい、ありがとうございます。では質問、はい、大丈夫でしょうか、よろしいでしょうか、ありがとうございます。では、ありがとうございます。